チャンネルちょさあ、ということで、日本シリーズ第2戦、DNA ベイスターズ対ソフトバンクコックス、ね。まあ、結果から言うと、6対3でソフトバンクと勝利ということで、ソフトバンクは、日本シリーズ、これで14連勝、この2024年2勝0敗、ということで、まっとマジック2っていうね、えー、ところになってきましたけども、ということで、えー、まずはですね、えー、スターティングオーダー、ソフトバンクはね、 柳田、周東、今宮、山川、栗原、柳町、昨日は正木が入ってましたけど、今日はレフトに柳町、で、牧原、甲斐、萌音、ネロと、ね、ほぼほぼ変わらないオーダー。DNA は、1番、小原、2番、梶原、ね、梶原を2番に持ってきて、で、牧、筒子4番、佐野、宮崎、戸柱、森、えー、大抜きっていうね、えー、ところの、打順になりましたけども、まあ、昨日とで言うと、 2番ね、マキだったところに2番、梶原がだったっていうね。まあ、オースティンが昨日ね、えー、自打球で打撲で今日出場できないっていうところで、ベンチにも外れて、レフト筒子がなるっていうところで、ね。だからまあ、皆さん、二次情報ぐらいで文句言うからね、えー、昨日もね、あの、この動画でも言いましたけども、怪我だったら話は変わると。 怪我じゃなかったらもう諦めてるんですかっていうところで、怪我だったら話は変わる。ね。ということは、まあ、オースティンのね、自打球で、まあ、それがまあ怪我だったっていうところでね、まあ、あのダイソーは理にかなってるっていうところになりますから、まあ、そこです。ね。まあ、謝ることでもないんですけども、まあ怪我だったんでね。変わったっていうところで、まあね、えー、それはもうあの采配をね、えー、し、 仕方ないっていうかね。まあその通りっていうところになったんでね。まあ三浦監督ね。えー、怪我だったっていうところで、えー、最善を尽くした災配だったんじゃないでしょうかね。昨日も調べたんだよ。あの時にね。あのもう言い訳はいいよって言われるかも分かったけどもね。えー、ということで、ね、怪我だったんでね。仕方ないっていうところで、まあお騒がせし,した皆さんね。どうもすいませんでしたっていうところで。でもまあね、あの状況の時ではわからなかったんで、解説としては仕方ない、えー、と思っております。まあそういうふうに見えたっていうね。 えー、ところで。ということでね、えー、今日、えー、参っていきましょうというところで、えー、ソートバンクはね、まあ先発もいねろ。6回3分の2、106球、8安度634、1 4球1レッドボール3失点と。ちょっとあのね、あのー、5回の時には森のね、ピッチャーライナーがね、ちょっと腰脇腹吹きに当たって、若干ちょっと影響、ひょっとしたらあったかもわからないよね。えー、そして、えー、DNA 先発大抜き、2回3分の1、62球、7安度4三4 2死球5失点というところで、まあ、 今日のポイントはね、三つかな、えー。今日のポイントは三つです。はい。まず一つ目というところで、まあ、やな、ね、この大抜きが山川への 投球っていうところで、初回ね、えー、先頭柳田三振、シュートライト前ヒットで、今宮三振で2アウト1塁。で山川もね、試合終わった時のコメントで言ってましたけど、もうホームラン狙ってたっていうね、えー、ところで、まあ、昨日からも若干開き気味に来てたんでね、インコースだけ怖いなっていう中で、配球ね、戸柱の配球はめちゃくちゃ良かったんだよね。初級ツーシームね、えー、しっかりコースに際って空振り。 で、二球目スブリッド低めに決まって、空振り。で、ツーストライク。でね、この三球目のアウトコース、ストレートがこれいらんかったなぁとね、もう、あの、まあ、見逃し三振狙っていくんだったらいいけども、飛ばしらボール球構えてたからね。ま、あ結果ね、大抜きはいいところな投げ切ったけども、あれがもしね、ボール球投げろっていうサインだったら本当いらなかったなっていうね。で、ワンボールツーストライクになって、勝負球のカーブが高めに浮いちゃってね、それが、え、レフトスタンドね、ギリギリだけども、ツーランホームラン、山間クッパティ 一番、もう一番、もう、うん、うん、レフトも一番打てるようなところにね、まあ行っちゃったっていう。だからあそこしっかりくめに投げれなきゃいけなかった。もうこの配球としては完璧に追い込んでね、いい感じで行っただけにもったいない。ね。で、3回にもね、先頭今までレフト前ヒット。で、山川がレフト前ヒットっていうところで、このレフト前ももったいないのよ。ね。 ワンアウト一塁からね。先ほどね、カーブ打たれて初球なんか入るかなっていうところで、まあインコースツーシームから入ってボール。で、二球目もう一回インコースツーシーム高めね。に行ったけど、ツーつけて空振り。で、三球目スプリットでワンボールツーストライク。で、めちゃくちゃいい感じで抑えで、次勝負球なんかな変化球低めかなっていうところでインコースストレートドーン。ね。まあここボールになって、ツーエンドツー。で、最後に行ったスライダーカットボールが、また甘めに入って、引っ張り込まれて三遊間ね。 え、ヒットというところで、まあ雨を降ってたからね、ちょっと玉足も早かったかなっていうところはあるけどもね。だからこの山川がキーポイントになったこの2打席ね、ここで一気に5点いかれてるから、このね、勝負球が本当最後の最後は甘くなったんだよね。これもったいない。本当にね、追い込むまでは完璧だったのにね、非常にえもったいない攻め。ね。で、山川がヒットを打って、ノーアウト一塁。で、ここで栗原にフォアボール。これも痛いよね。 で、ノーアウト満塁から、柳町のね、セカンドロー。結構いいね、早い打球だったけども、マ牧がね、うまいフィールディングで、ホームアウト。で、ワンアウト満塁から、牧原のね、ライトへタイムリーヒット。ここでライト、勝原がファンブル。昨日もファンブルしてんだよね。同じような感じでね。で、ファンブルしてね、セカンドランナーの栗原もホームイン。で、ファーストランナーの柳町も三塁へ行って、で、牧原もセカンドへ。グッと、グッソー。 あれをしっかりセカンドまで巻き花も行ったのも大きいよね。で、その後、ワンナウト二三塁からピッチャー佐々木千早に変わるけども、海がね、ライトへ犠牲フライっていうところで、これ、しっかり言ってれば、ワンナウト満塁からワンナウト、ね、ワンナウト満塁からライト前ヒットで1点入って、まあ、なおもうワンナウト満塁で、で、犠牲フライで1点だったら、ね、ここ3点取られなくてもよかったのにね、2点ですんなこういうちょっとずつの1点、だからこのね、 えー、この日本シリーズ前の戦票で言ったけども、ホークスは守備力がいい。DNA はちょっとエラーがセリフで一番多い。だからそういったところのミスなくやっていかなきゃいけないっていうところで、まあミスが出た。しかもタイムリーエラーっていうのはね、非常に痛かった。ね。4回にもね、2アウトにいるから、まだまだ山川がね、レフトでタイムリーヒットっていうところで、まあ6対0。まあこれ一気にね、 行ったっていうところではもうこれでほぼ勝負あったかなっていう感じだったけどもね。でもね、DNA のね、投手陣めちゃくちゃ頑張った。ね。あのー、5回以降、まあ、浜口のね、かいまたぎだけど、5回以降、ノーヒットだからね。5回三者凡退、6回三者凡退、7回三者凡退、8回三者凡退、9回も三者凡退っていうところで、5回以降ノーヒット、一人のランナーも出さずね、浜口のね、かいまたぎ。で、中川、坂本、伊勢、クッピチンね。 まあこのリリーフの踏ん張りがね、まあ、第3、3ミにね、繋がっていくっていうね、このいいことを持ってね、持っていきたい。ね。で、昨日も言ったけども、最終回の3点ね。これをね、今日の序盤3回までに先制して、前の日からの流れを持っていかなきゃいけない。ね。これをホークスに3回までまた先制されていったら、この9回ぐらいの得点の流れ作ったのが全く意味なくなるって言ったのが、もう今日の試合そうなったわけよ。結局3イニングで5点でしょ。 で、DNA は3回までに1回三者問題、2回三者問題、3回フォアボール1つ出すけども、ね、4人で打ち取られて、ね、ほぼノーヒット、フォアボールの1人しか出せない。で、ここでね、また2戦目、回のリードが光ったかなっていうね、このモイネルへの投球、序盤1、2回ね、特にストレート中心でもう力もあってストレートどんどん投げ切って、で、えー、2巡目したぐらいからね、変化球ごめんなって、 この最初はストレートしてしっかり見届いて、え二回り以降、チェンジアップ、カーブだのうまく使いながら、変化球の割合を多くして、一巡目と二巡目のパターンを変えるっていうところではね、非常にリードはね、昨日同様、れてたね。昨日はインコース使いながら、ね、打ち外っていうね、この初戦のピッチング。 で、2戦目はストレート最初どんどん投げといて、2巡目以降から変化球で相手を戸惑わせるっていうね、この回の配球はね、この1,2戦とも見事だったね。で、その中で5回の裏ね、DNA 反撃っていうところで、ワンアウトからね、先ほども言ったように森がね、ピッチャー強襲、森寝に眠れなったってね、えー、内安打 で、えー、9番浜口のところ、大断末を、ここね、初級攻撃、初級思いっきり振ってね、三塁線抜ける、え、ツーベース。で、クワラもね、初級のチェンジアップをね、しっかり振って、ワンアウトに三塁から左中間に抜けるタイムリーツーベース。で、これで2点、6対2。ね、ここでもう行っていきたいっていうところで、カジラがね、えー、これも、え、センター前ヒットでワンアウト一三塁になって、ここで、マキがね、 チェンジアップちょっと動かされて、6、4、3、ダブルプレー、リクエストしたけど、帰らず。こういうところね、守備。やっぱりね、ソフトバンクはね、やっぱ攻撃ばっかり、今日もね、山川が打ったり、攻撃ばっかり目立ちがちだけど、やっぱこの守備力の高さがね、またこの強さを倍増してるよね。このショートゴロ、ちょっとね、今宮のトスが若干高めに浮いたけども、その高めに浮いたのをね、何ともせずね、牧原が取ってから早くファーストへね、あのスピード、素晴らしかったね。 それでダブルプレイだからね。あれセーフだったらダブルプレイ崩れで1点入って6対、ね、3になってたから、まだまだどうかわかんないね。この1点を防ぎに行った。DNA はミスで1点を多くやってしまった。ソフトバンクはちょっとミスはあったけどそこをカバーして巻き払うと取ってから早くのスローイングで無駄な1点をやらなかったっていうこの積み重ねだからね。もう一つ、えー、素晴らしかったのが、ここだね。7回裏。ね。2アウトから。 クワハラが、えー、三塁線に抜ける、レフト前ヒットを打つんだけど、ここで、レフト柳町。あれ、ツーベース行かれてもおかしくないのよ。普通のレフトだったら。それをすぐさまね、打った瞬間のね、速かった。スピードも。ね。この、一本目が速かった。打った瞬間三塁線抜けたけども、柳町がスッてね、えー、それを処理して、セカンドへ投げて、クワハラをセカンドまで行かせなくて、ファーストでストップさせる。このレフト、柳町の守備,守備。こういう、そう、ちょっと、ちょっと積み重なのよ。 で、カジャラがライト前ヒットを打って、ね。で、ツーアウト一塁から、ここでね、尾形に、えー、モイデルから変わって、マキがね、レフトへタイムリーツーベースを打って、1点取るんだけどもね。ひょっとしたら、このクワハラがね、セカンドまで行ってたら、2点取られてたかもわかんない。ね。その後のね、繋がりによってはね、もしくはカジャラのね、足とかもあったかもしれないし、ね。そういったところではね、こういう一つね、塁を許さないっていうね、 この守備力の高さ、意識っていうところは非常にやっぱりホークスのね、守備力の高さは今日しっかり出たんじゃないのかなと。でも2アウト1塁からね、マキが先ほどのね、ダブルプレイになっちゃったけども、しっかりオーからレフトにタイムリーツーベースを打って、なおも2アウト2、3塁ね。で、これ6対3。これ1本出れば6対5になるところで4番筒子、ショートゴロで3アウトっていうね、この最後1本です。で、8回はね、減るなんですが3人で抑えて、 9回ね、昨日あんだけ投げたけど、またオスナ出てきたね。でもやっぱり今回セーブステーションっていうところで、やっぱり集中力しっかり持って、ね、あの、マウンドに上がったっていうところでね、しっかり3人で抑えてね、変なんです。オスナ、くピぴね。オスナ昨日ね、失点したけども、本当にね、終盤帰ってきてからこのクライマックスシリーズ、特にね、 あの、めちゃくちゃフォーム良くなってたのよ。腕の。前まではね、やっぱりよく打たれてると、こちょっとなんか緩いなと思ったけど、しっかり腕も触れてて、なんか切れ味も出てきたから、まあ昨日はやっぱりね、メンタル面のちょっとふわっていうところが多分あったと思うんだよ。だからこういうところで、まあしっかりね、セーブ市長選で、セーブシチュエーションでね、いければ素晴らしいピッチングをするっていうところでは大きかったしね。今日しっかりまたオスナを使うっていうところがね、この国防監督の采配。<laughs> ね。ひょっとしたら俺ヘルナンデス9回持ってきてもう一人誰か挟むかなって思ったけどもね。しっかり。で、しかもヘルナンデス89、オスナ109でまとめてるからね。そういったところもすば、非常にね、まあ素晴らしかったかなと。だからやっぱりこのね、あの、まあ今日の戦ったからポイント。だから一つはやっぱり山川への勝負球が2回とも甘くなって、それでやっぱ5失点に繋がった。ね。で、えー、もう一つがやっぱ回の配球。 序盤はストレートで多めに攻めていきながら、二巡目以降変化球もうまく回せて,てね、このメリハリをつけた昨日との。 昨日はね、内、外っていうメリハリをつけたピッチング、えーね、配球、で今日はね、そういう序盤ストレート、途中からカーブとか変化球を多く使って、この、ね、序盤と中盤のコンビネーションの違いっていうね、非常にね、結果としては分かりやすかったけど、これやるのはね、そんなのね、えー、簡単じゃないわけよ、それをしっかりね、この日本シリーズンの舞台で配球をね、しっかり組み立てたっていうところの素晴らしさが、序盤、d n a に得点を許さなかったっていうところでも、配球良かった。で、もう1つがやっぱり守備ね。 守備力っていうところで、やっぱり DNA はそのタイムリーエラー、失点につながるエラーをしてしまって、一点多くやってしまった。逆にホークスはしっかりそういったところで、ちょっとミスがあってもそれをカバーしながら、一つの塁の先を許さないっていうところで、ね、無駄な一点を取られなかった。それが結果6対3になった。ね、っていうところは非常に大きかったかな。まあ、あとはね、DNA やっぱりそのね、松尾の時もそうだし、小原の時もそうだし、 やっぱり積極的にね、初球打ってるっていうところがね、いい方に転がってるから、まあここはね、昨日も言ったけど、3位からなんだから、もう負けて当たり前なのよ。勝ったら逆、勝ったらラッキーなのよ。そういったところで、重い荷物、下ろして、日本シリーズ、なかなか戦えない、今日の松田だってね。 うん、まだね若いのにこの日本シリーズを経験できたっていうのは未来の投資向きではめちゃくちゃ良かったことしかもそれを初球から打ってねヒットも打てたっていうのはねこの経験が必ず生きるからそういうふうにもし負けたとしてもいろんなものを吸収していくっていうね,ねあんまりこのね、うん ってねこうテンション落とさないで楽しんで笑顔で負けても OK ー仕方ないよ思い切っていこうよっていう感じでね d n a は、ね、ぶつかっていく必要があるし今日もやっぱり初級からねしっかり振っていってそれが結果に繋がってるからねねまあ、この、ね、第3戦目多分スツアーズ Jr. になると思うけどもねそういったところもね、まあ、アウトになったとしてもね積極的にね。ね ファーストストライクから振りにいって何か打開策を見つけてね、スッていけるようにね、やっていきたいかなと、まあ、DH 使えるんでね、ホークスが多分、今度入ってくるからね、さらに攻撃力がアップするけども、そこはま投手陣ね。まあ、東が行くんだろうね、3戦目ね。ここで東がピシッと抑えて流れを変えたいねそういったところではね。 まあ、ホークスとしてはもう今度入ってね今のままの流れでしっかりね序盤に得点を取って自分たちのペースで進んでいくっていうねところの野球になってくるかな、ねまあ、ホークスはもう何も言うことない攻守にわたって素晴らしい日本シリーズ第2戦目指したし d n a としてはねちょっとやっぱり去年、昨日のね最終回のいい流れをね今日の前半に持ってこれなくて逆にホークスに持ってこられたっていうところで、まあ、終盤追い上げだけどもねちょっと序盤の失点が痛すぎたっていうところではね非常に2、まあ 共にね最後追い詰めたけど内容的には一方的な試合展開になったかなっていう展開がします。さあということで月曜日1日挟んでね、えー、第3戦どうなるのか多分東と出発従来の先発になりますけども d n a は積極的に、ね、王者ソフトバンクは近藤を迎えてどうなるのかっていうところがね注目どころだと思います。 ということで、日本シリーズ第2戦、6対3でソフトバンクの勝利、ソフトバンク日本シリーズ14連勝でこのカード2勝0敗です。さあ3戦目どうなるのか楽しんでいきましょう。それでは。